ラジカル重合号は高分子化学における重合号反応の形式の一種であり、ラジカルを反応中心としてポリマーサが伸長していく反応である。ラジカル重合号の開始剤となるフリーラジカルを発生させるための反応は主に以下の3通りに分類される。ラジカル重合号の例としてエチレンの重合号によるポリエチレン生成を用いて反応機構を説明する。 この反応の機構は主に、開始、成長、成長とも、チェーンプロパゲーション、停止の3段階に分けることができる。ほか、ラジカル重合における副反応として、連鎖移動反応が起こることがある。これは、成長ラジカルがある県と反応するときに、炭素炭素結合の生成ではなく、水素ラジカルの受け渡しが起こる反応である。この反応が起これば、成長ラジカルはある県に、 元のあるンは新たな成長ラジカルとなるため、全体のラジカルの濃度は変わらずに、ラジカル10号は続いていく。エチレンのラジカル負荷10号には、およそ摂氏300度、2000気圧の高温高圧条件が必要である。多くのフリーラジカル10号はこれほどの高温と高圧条件を必要としないが、立体選択性、位置選択性に欠ける傾向にある。そして、 立体制御上のもう一つの特徴は枝分かれである。枝分かれが形成されるのはフリーラジカルが転移するのが原因である。エチレンをラジカル重合させると枝分かれが多く結晶性の低い低密度ポリエチレンが生成する。一方で、ツイグラーなった触媒を用いると枝分かれが少なく結晶性の高い高密度ポリエチレンが得られる。ルドップは透明で柔らかく。 ハドップは不透明で固い。用いる重合反応のタイプの違いにより、同じ原料から異なる性質のポリマーが得られる。ラジカル重合の停止反応は2つの鎖が、衝突した際にランダムに起こるため、個々の鎖の長さを制御することは、ほぼ不可能である。ただし、リビング重合の一種であるリビングラジカル重合は、例外である。 電子豊富のある剣から発生したラジカルは電子不足のある剣とより反応しやすい傾向がある。逆に、電子不足のある剣から発生したラジカルは電子豊富のある剣と反応しやすい。したがって、電子豊富のある剣と電子不足のある剣は互い違いに共重合する傾向がある。共重合するモノマーの組み合わせの典型例としては、エチレンとテトラフルオロエチレン。 無水マレインさんとスッチレンなどがある。これらのモノマーの強重合物は工業上非常に重要なポリマーである。ありがとうございます。